はい、こんばんは。高木由美です。今からラナと待ち合わせをしているんですけども、中洲の一蘭の前に待ち合わせしてて、何をするかと言いますと、ラナに整い教えてみたい。ちょっとラナにはまだ何も言ってないかん。どんな反応するっちゃろ。一蘭の前に集合って言ったらめっちゃ目の前におるまだ気づいてません。帰るか、ね、びっくりのリアクション。本当に絶対今これマジ、このぶら下げてなかったら吹っ飛んでるよ。マジびっくりした。だってドンキよねと思って、ドンキじゃない、一番よ。間違ったかもしれないと思って、ですか、はい、お疲れ様です。美容室のエル、ラナと待ち合わせしてます。あ、遭遇しま…遭遇集合しました。パスポートいるけど大丈夫？え、今からパスポート持ってきました。え、ガチ？え、韓国。この荷物で？あ、じゃあもう行けないか。委任状は持ってきました。え、違います？何か？この昔ながらのこれと思ったけん、ここかと思いました。え、違う？あ、ごめん、聞いてなかった。ね、ちょっとマップ見ます。今から目をつぶっていただきたいと思います。どこに行くか、まだ。本当に目つぶっとる。はい、今つぶった。めちゃめちゃガチガチですか、ね、こういうのしましたよね、前ロケで。え、ちょっと目つぶったけどね。ね、ゆうみさん、ゆうみさん見ちゃった目開けちゃダメって。はい、じゃあ目つぶってください。分かりました、分かりました。案内したいと思います。小さいからあんまり手応えがない。はい、え、ダンクないですか？ないよ。大丈夫？ないよ。うわー、ほんと感じた。はいはい、エレベーターに乗ったってことですね。はい、なんか聞こえそうになったらあーとか言って。え、自分で？大丈夫です。ちょっと待って、ちょっと、まだ前つぶっててください。ちょっと、なんですけど、ここほら目つぶってて。ちょっと荷物置いてくるよ、待ってて。めっちゃ変わる。まだ座ってく、座らないでください。はい、どうぞ目上げてください。ここは何？今ラナの目線はこうです。じゃーん、怪しい。めっちゃ怪しい。なんか連れ込まれた。え、これ何？ここは個室サウナです。サウナ？ガチ？今からラナ初体験サウナしてもらいたいと思います。え、けどさ、もうめっちゃ美容室帰りしっかり綺麗な状態で、もう今からメイク落としてもらいます。着替えてます。メイク落とします。どんぐりの背比べしましょう、はい、せーの。ちっちゃいかな、大きいかな。僕が大きいよ。よし、うん、メイク落としまでヒノキなんですか、夜の先生は。夜の先生？夜の先生って今日は月曜日なんでみんなオフでしたけど、ラナは何してましたか？まずネイルに行って、美容室に行って、撮影のための美容ディーでした。うん、あ、ゆみさん気になる。今日も YouTube 撮ったお母さんと、うん、神社巡り、なんか年始からいいっすね。御朱印帳集め始めよって、うん、ちなみに今日の神社は雪。あ、今日2個行ったわね。お、辰年だから、うん、龍神様のいる、うん、ところ昔のセンター争奪戦の時に今して祈願した場所やけん、うん、お参りに。ありがとうございますって。なんかめっちゃいい。ゆうみさんは笹栗観光大使で、私はどんぐり観光大使。どんぐり観光大使。もう待っていられないのだから、冬の魔法かけ。音程が辛くて何の音か分からなかった。どうぞ。すこすこ、なんか水までいい匂いだ。
水の洗い方とか。家族もね、厳しいじゃない。だいぶ遅れがちね。ピアスです。ラナ、本当スピンの方がいいけん。え？これがサウナってこと？いらっしゃいませ。ご主人様。どういう店かよくわからない。それか止まった。なんかエロさがないな。うちの美尻で。あ、今から整ってきまーす。行ってきまーす。ここからは内緒。今から何するんですか。ロウリュします。こちら衛生マール。はい。わ、熱くなりそう。え、すげー。ラナがこの汗やばくないですか。え、見たい。もうちょっとセクシーかも。ガチでやばい。冷たい。ね、それでそれ。やばい。気持ちいい。早く、早く。え、入っていいですか。入って。マジ？うん。え、リアクションでバーッとかなったらどうしよう。ね、待って待って。え、本当に2周目で出してくださいね。やばいって。マジでやばい。マジでやばい。気持ちいい。マジでやばい。もっと入ってもいい。あで、寒いってまたなったらまた入るみたいな。ラナ、水風呂チャレンジ行きます。ラナ、行きます。よし、よし、この熱いうちにね。せーの、はい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 、せーの、はい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 、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、67、78、69、80、81、82、83、84、85、86、67、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
わけをね、わけをあげたままリンパで、リンパ、リンパ、リンパ、あ、わけ、もうちょっとリンパとか変えます。ここまで来たら、オッケー、ユミさん、もう行かん、よし、ダメ、ユミさん、ユミさんの頼みはそれだけは、痛い、よし、よし、よし、あ、でもいい調子、じわじわさん、じわじわします、めっちゃね、やばい、大丈夫ユミさん、水風呂の大事さわからんなんか、違くない、まあ、うん、肩までジンジン。質問タイムすればいいや。ずっとそのまま寒いし、うんうん、どうしたらいい。ね、やば。あれ？よし、じゃあ整い終わった後に、はい、ファンの方からのコメントを読んでいきたいと思います。いやー、質問コーナーピュン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 。まず気持ちかった。じゃあ読んでいきますね、okay. あ、まず、はい、出会って何年目ですか？8年半です。8年半です。でも私がラナを認識したのはここ最近ですねえ。それはそうやけど、ラナがリンクに入ってから、うん、やっぱその頃って30人ぐらいおったんで、うん、
あんまりその絡む人と絡まる人って、はい、ラナと本当になんか喋り出したのって本当。しかもね、ゆみさんがちょうど土曜も朝ですとかでよって、ほんと個人仕事ばっかりな先輩ってイメージ。だけゆみさんと会えたらめっちゃレアみたいな。そこらない。いやだって、ダンスレッスン参加したことあります？あんまない。ほら、あとボーカル、火曜日。確かに。ね、全体練習。そのイメージ。そう、マジでレアキャラス。続いて、どういう関係ですか？確かにね、SNS の人たちはわからないかも。普通に26歳と25歳で年下なんですけど、芸歴は何年ですか？もう13年、今13年目、8年目、なんでもう人生も芸能も先輩です。先輩と後輩。2人でよくお出かけますか？いや、あんまお出かけはしてません。してない。でもこういう撮影で呼ぶっていうのは呼びやすいよね。うん、ありがとうございます。でもお出かけっていうか本当に常に一緒にいるから、そう、これ以上お出かけしたらもう本当にずっと一緒のことになる。さすがに。けど、うん、まあラナは誘いづらいよっていう、うん、いやいや、でも1月15日から違うんで。1月15日からなんか違うらしいです。そうです。つまり今日お互いの一番好きなとこ、え、制度で言う。いや、ちょっと待って、ゆみさんちゃんと言ってくださいね。お願いですよ。その言葉が響くんですか？ね、言葉大事にするんでしょ。一番ね、うん、はい、人思いなところ。あ、でも同じかも。思いやりがあるところ。あ、やっぱ愛と愛でできてるってこと、ここ、うん、この間には入りません。ランナー本当に思いやりすごいと思うけど、うん、なんか思いやりがある人とない人を分かる人よね。分かる。まあ、誰でもか、うん、まあ、確かに。でもランナーに思いやり思われたらもう本当にいっぱい尽くしてくれるような人だと思う。ゆうみさんに嫌われたら終わりです。そんなことないです。本当です。ランナーは将来旦那さんとかできたら、うん、なんか本当に大好きな人やったら尽くしそう。うん、めっちゃちゃんと、ね、でも尽くしすぎてゆみさんに助け求めそう将来。え、将来もずっと一緒におらんの。ねえ、いいじゃないですか。ピアスとファーブですか？はい、とってもゆみさんがこれやりたいって言ったことに対してララが準備して行動するって感じ。本当に、うん、秘書タイプと社長タイプって感じの関係性かも。ガチてか、ここ最近それがなんか極められた。あ、うん、ラナもその尽くすことが楽しいってことに気づいた。うちは引っ張らなっていうのと、うん、ラナのモチベーションを作ることとか、うんうん、そういうことをめっちゃ考えて。ありがとうございます。ありがとうございます。でも私ができない部分も全部ラナが、うん、あの本当に支えていただ、支えてくれる人って感じ。私はガツガツ前に行かなきゃみたいな、うん、それが結構マッチしたよね最近。そう、引っ張ってくれる、ケツ叩いてくれるっていう先輩です。支えてくれる後輩です。地頭の良さがなんか使える時が来るよね。そうね、確かに分かります。 でお互いは超効率タイプなんで、そこもマッチしてますよね。領収書とかまとめてくれます。はい、経理とあと文章となんか理解して、それをゆみさんに分かりやすく言葉で伝え直すみたいな、うん、確かに。マジ一緒。お互いが異性なら付き合いますか？うわうちは、うん、絶対無理っしょ。いや絶対無理だけじゃないけど、うん、なんかうちは刺激が欲しいけん、うん、なんか真面目すぎかも。ねえねえねえ、わかります。ナナはあのチーズじゃなさそう。はい、もう一回言ってください。一途じゃなさそう。一途じゃなさそう。浮気されそうってこと？はい。ああ、確かに。ちょっとな、ここまで愛するのに、一途じゃなさそうだから、だけあのちょっとね。泣かせてしまいそう。はい。うん、ね、うん、なんで私のこと分かってくれないの、うん、私はあなたのためにこんなに尽くしているのにって言ってそう。はい、そう。で、私はゆうみさんに気づいてるよって思ってそう、いつも。あれ、なんか歯ブラシ増えてないみたいな、なんか結構当てそう、それ、ね、でもラナは多分言えないんですよ。リンクメンバーの中で2人を抜かして誰と仲いい？レイ。あ、たまになんか電話したりする。でもミナミも仲いいかも。ミナミ、なんか最近よく話す本音系はね。でしゃ、はしゃぐのはあかり、うん、かな。うちは
一番仲良くなりたいはサワ。あ、一緒ね、ガチ一緒です。仲良くなりたいのはサワです。本音で喋ったりもできそうやし、 IQ 高いしね。うん、好きなタイプは、おお、好きなタイプ、うん、考え方、経験値。そうなんや、ね、そういうゆいさん見て思いました。あ、こうやってなの一緒に学ばせてくれる人が好き。あ、うん、学びがね、そうついていきたいタイプ女やから、うんうんうん、なんかこうこの時サウナ一緒に行こうやとか、うん、教えてくれる人ね。そう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 、いろんな経験した人が好き、うんうん、お互いの隠し事を暴露し合う。ゆいさんのは意外と散らかすね、ね、散らかすね。多分ね、ゆうみさんはね、あの見せるの上手やけ、うん、結構綺麗系だと思われてます動画の中で。でも結構散らかすし、いたずらっ子本当ね、ガチでも個人動画のゆうみさんはマジでいい子すぎる、うん、いい子のベールをかぶっとる。本当に猫かぶってます。もっと剥がしてよ、いっぱいキッキッキッって本当はね、そうよね、カメラ止まった時の方が面白いです。二人はどういう存在ですか。生きがい。何の生きがい。生きがい。じゃあ本当に責任感じるわ。そうですよ、リムさんが変なこと言ったらもう。でもさ、うん、なんか本当将来気をつけて。それマジそうです。プロの詐欺師とか、例えばうちも今、じゃあラナ変に騙そうと思う、騙されるってことやろ。そうです、さすがにこの土地一緒にかけてみなみたいな、うん、さすがに乗ってしまうテントハウス見すぎわかるっしょ。でもそれが詐欺やったとよ、うん、なんかうちの保証人にまでなってくれそうじゃない、やばいね、マジでやばいんだよ、ね、気をつけてね。でも誰にでもじゃないからね。あ、でも新人よね、あんま人、うん、新人、確かに。だけど本当に勝手にひょいひょいとはいかない。うん、だけど本当全然チョロコはなくないですか。でもプロの詐欺師はすごいと思うの、うん、結婚詐欺師とか。いや、ここまでされたら正直、でも本当にここまで裏切られたら、うん、ね、もう誰も信じれんかもね。うん、ここまで裏切るって、うん、やめてくださいね、本当に。終わります、終わりますまたしましょう。サウナ整え覚えましたか。とっても楽しかったです、ありがとうございます。このシリーズどんどんやっていきたいと思います。はい、こんなことしてほしいとかあればコメントしてください。はい、ぜひドッキリチャレンジも、ね、ずっと言うよね、ドッキリチャレンジマジかけられたい、ドッキリかけられるのが夢らしい。そうなんですよ、この芸能においての目標。でもさ、なんかドッキリしてドッキリしてってみんなに言ったらなんかあんましたくなくなるね、なるんですよねちょっと言わんでこ、これからは。じゃあまたこの二人がいつの日か会いましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてコメント無断転載お願いします。じゃあねー、バイバイ。うわ、びっくりした部分をその、うん、あれの後に流してください。何が？あのほら、あのなんか動画とか告知の後にこれを流すっていうのがうちらっしょ。4月14日周年来てください。